ジャンプとですね、この99巻どこが変わってるか、記念すべき第1000話の修正とかもあって、もしくはですね、ジャンプを読んでる方ならわかると思うんですけども、出した気がするな、勘十郎に向けて。はい、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、99巻が発売されてちょっと時間が経ちましたので、当時の掲載されていたジャンプとですね、この99巻でどこが変わってるか、変わったところあったかなっていうのをですね、一コマ一コマ見ていったんですよ。そしたらですね、ちょこちょこあって、しかもですね、第1000話ですね、記念すべき第1000話の修正とかもあって、小田さんなりのこだわりがですね、見えるところだったんですけども、そういったのをですね、いろいろ紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとしたですね、修正ミスが直されてたりっていうのはですね、今までもよくあったんですよね。例えばサンジのヒゲの書き忘れとかね、エースのそばかすの付け忘れとか、これはまだまだ直ってないところもあるらしいんですけど、本来書くべきだったものを書いてなくて、単行本で加筆してですね、ちゃんとしたものをこう届けたみたいな感じになると思うんですけども、99巻ではですね、998話ですね、そこでサラヘビ先生ですね、ブラックマリアのところにいた、サラヘビ先生にですね、角がですね、ちょっと書き忘れてるコマがあったで書き加えられてたり、デュエス・ドレイクのですね、恐竜型になった時のですね、こっちにこう A 数字の10っていうんですかね、バッテンみたいな10あるじゃないですか、あの10を書き忘れてたのが単行本では直ったりっていうのがありました。でこういうのはちょこちょこ今までもあるんですよね。例えばサンジのヒゲの修正とかですね、ローのタトゥーの間違いとか、エースのそばかすの書き忘れとかね、その辺はちょっとまだ書き忘れっていうのは今でもあったりはするんですけども、本来ジャンプで書かなきゃいけなかったものをその間に気づいてですね、単行本で加筆したっていうのはいくつかありました。それとかですね、単行本とジャンプでは紙面のですね、切ってるサイズが違うんですよね。なのでセリフの改行がですね、違ったり、数字の表記がね、漢字だったり英数字だったりっていうのでこう変わったりはするんですけど、そういうのはですね、特にこう取り上げなくていいかなと思うんですよね。で面白いのはですね、こだわりの見える修正なんですよね。別に間違ってはいないんだけど、ジャンプに乗った時から単行本にするまでに多分小田さんの中でこう変えた方がいいなと思ったことがあって変えられたものっていうのが面白いんですね。で99巻でもですね、いくつかあるんですね。例えばですね、997話のですね、サブタイトルがですね、実は変わってるんですね。ジャンプで掲載された時には一文字、漢字一文字でホムラっていうタイトルだったんですよ。で読んでいくと、ホムラ雲っていうのをね、カイドウが作って島を浮かせたっていうストーリーでびっくりしたんですけど、この99巻を開いてみるとですね、そのタイトルはホムラじゃなくてですね、ホムラ雲っていうのに直ってるんですよね。これはですね、皆さんどう思われますかね。これもこだわりだと思うんですけど、より具体的にですね、カイドウの技のホムラ雲っていうのを強調させたかったか、もしくはですね、ジャンプを読んでる方ならわかると思うんですけども、1015話ですかね、タイトルがですね、漢字一文字でしたよね。で変わった読み方をしたあの一文字が来たんですけども、もしかしてそのネームを書いてる時、1015話のタイトルを決めてる時に、漢字一文字はね、こっちを目立たせた方がいい、この1015話のタイトルが引き立つように漢字一文字でホムラってしてたけど、ホムラグモっていうね、二文字にして、よりカイドウの技を強調させる、プラスアルファで、1015話のね、サブタイトルをより強調させる形になるかなと思うので、そういう魂胆があったのかなと思うんですよね。どうですかね。でタイトルがですね、変わったっていうのは、今までもいくつかありましたね。例えば最初に変わったのはですね、21話ですね、ジャンプでは町、ブードル町長ですよね、バギーとかがいた町に、ルフィが来て、ルフィがその村を救ったっていうストーリーあったじゃないですか、バギーをやっつけてね。であそこですごく町を大切にしてたブードルさんの話、終盤ですよね、行人弁の町だったんですよね、ジャンプで乗った時は。それがですね、単行本では町ですね、田んぼの田にこう町みたいな感じで町になりました。もともとの町の名前がですね、オレンジの町なので、そっちの町に合わせたと思われるんですよね。あんなこうビルとかが建ってるようなイメージじゃないですか、最初の方の町はですね。そうじゃなくて、のどかなオレンジの町の町に合わせたタイトル修正だと思うんですよね。他にはですね、569話頂上戦争の時ですね、ジャンプでは怪物ってなってた回が白い怪物っていうので、今は単行本では直されてます。白ひげをこうメインで書いてたので、白い怪物っていうので直されました。でおまけに言うとですね、この白い怪物っていうタイトルがついたせいでって言ったらおかしいんですけど、その影響でローの過去編ですよね、764話では、白炎病で白くなって世間からですね、こう遠ざけられてたローの話がですね、白い怪物じゃなくてホワイトモンスターってなったんですよね。多分この頂上戦争編での白い怪物っていうタイトルがなければ、そのままですね、ローも白い怪物って言われてサブタイトルついてたんじゃないかなと思うんですよね。でそういうですね、サブタイトル変更っていうのはこういくつか今までもありますね。5例ぐらいありますね。
これがですね、ジャンプの時はすごい賑わったんですけど、単行本では直されたっていうやつが今回ありましたね。それがですね、1004話の宝物庫でこう倒れてた赤座役人男いますよね。あそこで倒れてた菊のですね、左腕なんですね。単行本派の方は分からないと思うんですけど、まあ普通に菊が倒れてるだけなんですよね、単行本では。でもですね、ジャンプの時は菊のですね、左腕の甲冑が書かれてたんですよ。左腕がですね。菊っていうのは左腕をカイドウに切られてなくしてしまいましたよね。鬼ヶ島ドームからもうボロッと落ちてしまって、それをゾロが見てピキンってこうなった時がありましたけど、左腕はなくなってるんです。なのにジャンプでは当時、左腕がですね、書かれた菊が倒れてたんですよね。なのでですね、あれはですね、勘十郎が描いた絵なんじゃないかとか、勘十郎がね、実はいいやつで、あそこにね、赤座役人男を描いて敵のね、こう気を紛らわせたんじゃないかとかね、そういう考察とかがこういろいろ出たりしたんですけど、単純にですね、あれはミスで99巻では直されたっていう感じでしたね。まあこれもですね、まあミスっちゃミスなんですけど、まあ本当にちゃんと直さなきゃいけない、ちゃんと直さないと読者がね、こう誤解してしまうようなミスだったんで、しっかり直してくださったなっていう感じですね。俺もなんかそういう動画を出した気がするな。感じは抜けて、はい、ちょっと概要欄に貼っておきます。サムネにこれですね。はい、なんかここの辺からねちょっとおかしくなった気がするんですよね、僕自身がですね。ちょっと勘十郎はですね、なんか YouTube 上では親友になってる感じがするんですけど、良くないなあれは。はい、そしてですね、記念すべき第1000話のこだわり修正っていうのがですね、2箇所ありました。どっちもセリフなんですけど、なんともですね、こだわりが見えるとこでしたね。もう1000話って小田さんの中でももちろん特別じゃないですか。いろんなこともありましたし、いろんなキャンペーンもやりましたし、あの見開きのイラストとかね、すごく特別なものがあって、もう1000話のタイトルもそうだし、1000話の内容もそうじゃないですか。もうルフィにスポットを当ててね、麦わらのルフィっていうサブタイトルをつけて、すごくこだわりのあったところで、もうこれだっていうのをジャンプでも載せられたと思うんですけど、99巻に載せる時は2箇所の修正がありました。一つがですね、鬼ヶ島の屋上でですね、赤座役人男がもうカイドウとかにやられて倒れてるんですよね。でそれを見たルフィがですね、金右衛門の元に行きます。そうすると金右衛門はですね、無念はあの世にておでん様に合わせる顔がないっていうことで、すごく泣きながらルフィに言うんですよね。でルフィに対してこう袖をギュッと掴んでですね、背負ってくれんか和の国をって言ったところがあるんですよね。ジャンプではですね、その受け答えでルフィはですね、当たり前だろ、友達の国だっていうことを言うわけです。ここなんか魚人島編みたいな感じですよね。友達のためにやることはルフィにとって当たり前なんですよね。でも99巻ではですね、当たり前だろ友達の国だじゃなくてですね、ちょっと付け加えられてるんですよね。そのセリフの前にバカっていうのを付けられてるんですよね。バカ、当たり前だろ友達の国だっていうことを言うわけです。で金右衛門がまたそれを聞いてめちゃくちゃ涙を流すっていうシーンになってるんですよね。でこのバカっていうのをですね、付け加えた、これですね、付け加えても付け加えなくてもなんかそんなに変わんないじゃないかって思うんですけど、小田さんの中でこだわりを持ってらっしゃいますよね。もう本当にね、ルフィに対して金右衛門はね、そんな何もね、こう恩に感じることはないよって、もうルフィはね、そんなことはもう当然思ってるっていうことで、よりその感覚をですね、強調させるために多分つけられたと思うんですよね。もう当たり前の上っていうかですね、当たり前にバカってつけることで、まあ、より当たり前感をですね、出して表現されたんじゃないかなと思います。そしてそのすぐ後にですね、2箇所目の修正が入ります。その泣いた金右衛門とですね、ルフィに対してカイドウがですね、後ろからおい小僧っていうことで金棒を持ってドーンってやろうとするんですよね。でその間の話なんですけども、泣いた金右衛門がですね、ルフィの言葉を聞いて、ジャンプではですね、ルフィ殿って涙を流しながら言うことがあるんですね。だけど99巻ではですね、ルフィ殿ではなくてですね、かたじけないっていうことを言ってるんですよね。はい、なんか侍っぽくなってるっていうかですね、ルフィ殿じゃなくてかたじけないになって、単行本では修正されて発売されたっていうことになっております。なんでこのかたじけないにされたかですよね。よりですね、金右衛門のその心の内面をですね、描いたセリフになると思うんですけど、思えばですね、かたじけないっていうのを金右衛門が言ったっていうのはこれが初めてじゃないんですよね。例えばですね、669話パンクハザード編ですよね。金右衛門の顔から下ですね、上半身が湖の中ですね、めちゃくちゃ冷たい湖の中に入ってるっていうのが分かって、それをですね、サンジ、まあ当時はですね、入れ替えられてて、姿形は波なんですけども、内面がサンジですよね。サンジがですね、俺が取りに行くと、でそれがね、俺の中のけじめでもあるっていうことを言った時ですね、そしたら金右衛門ですね、その言葉を聞いてかたじけないと。でまあ波インサンジですよね。サンジがですね、おうおう礼を言えるようになったか、人間一度凍ってみるもんだなっていう時ですね、あの時にかたじけないということを言っております。
だから本当にねすまないって思った感じの時に言うんですよね。他にもですね942話で安い家がですね処刑される時もですね金右衛門は言ってます。かたじけないっていうことをポロって言ってるんですよね。なので金右衛門の中でもそのかたじけないっていう時はですね本当に心の底から申し訳ない、頼りたいっていう感じですよね。それがですねすごく強調されて描かれてるセリフなのかなと思います。でそのセリフを1000話では小田さんはエルフィ殿って書いてたところをかたじけないに変えたっていうこだわりの修正がありましたね。ということで99巻のですね修正まとめをちょっと発表してみました。他にもですねもし見つけたら僕もですねこうジャンプと比べながら一コマ一コマねこう見るんですけど、それでもね見逃してるところがもしかしたらあるのかなと思うんですよね。まあ面白い修正、こだわりの見える修正っていうのは見逃してないと思うんですけども、もし他にあったらですねコメント欄に書いていってください。ちょっと見てみます。でこのですねこだわり修正面白いなと思われた方はですね、私はですねこの1話からずっとやってるんですよね。それをですね動画に上げてます。検証ワンピースっていう企画で第1話からですね1997年に発売された第1話からずっと見比べてやってるっていうのをやってますので、もしご興味がありましたらですねそちらの方も見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということでこのチャンネルではですねワンピースの細かいところとか、細かいところからワンピースの面白さまたたくさんつながってくるので、そういうのをですねたくさん発表していきたいなと思っております。ぜひチャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。じゃあね。